外出自粛でテレビ局が思わぬダメージを受ける皮肉な事態が発生。ワイドショーに視聴者が愛想を尽かした。もう坂上忍を見たくない。外出自粛でコロナ疲れならぬワイドショー疲れを感じる人が続出。中でもバイキングフジテレビ系の MC 坂上忍に対しては、政権の文句しか言わない、怒ってばかり、適当なことばっかり言ってる、もう坂上忍を見たくない、など辛辣な意見が続出している。例えば最近では、原稿を読みながら会見する安倍首相の映像を見た際に、坂上はまた読んでらっしゃるんだなぁと僕も率直に感じた。期待してる分ちょっとショックを受けてしまうと発言。これにネットでは、原稿を読むのは当たり前、丸暗記しなければいけないのか、的外れな発言といった指摘が相次いだ。また感染者数減少は医療従事者と国民の成果、政府が自分の手柄にするのは絶対に許さないといった偏った発言にも違和感を覚えた人も多かったようだ。さらにワイドショーは、報道機関のニュースなどの信憑性の高い重要な情報と司会やコメンテーターの個人的な意見や感情がないまぜになることも多く、情報を受け取る側としては判断がややこしくなりやすいという性質も持っている。そのためワイドショーを見るときは、司会者やコメンテーターの意見はあくまでも個人的な意見に過ぎないことを意識しながら見なければならない。また時には偏ったり誤ったりした情報が放送されてしまう場合もあることや、情報は移り変わることなども念頭に置いてみることも必要だ。その上で、見ていて不快に思うことが多く、無駄なストレスになってしまうと感じる場合は、見ないようにすることをお勧めしたい。この記事からのコメントが来ています。テレビ消せばよいのに。まあ、ワイドショー情報番組の類は、本当にひどいの見たらイライラするだけだし、ご苦労がある東京が羨ましいわ。文句ばっか言ってる。これだよ。別にきちんとした反対意見ならいいんだけど、単にその場の気分と雰囲気で反応してるだけだから、それで確信犯的に受けが全ての虚実ないまぜの内容を垂れ流すんだから相当悪質。大阪のどこぞの大学教授は、コロナ御殿が立ちそうな勢いで各番組に出演しているな。チャンネル変えればリモコンないの？どこのチャンネルでも似たような番組しかやってないし、テレビ消せば言わされてるんだろ。制作者の意図を汲まないやつは外されるもんな。みんな文句ばっか言ってる世の中になったわ。昼見る番組がないんだよな。昼帯やワイドスクランブルも大概だし、昼なんですわ面白くないし、昼間もひどいよな。作業しながら国会中継面白いぞ、見なきゃいいだろって言っても、地上波も横並びでワイドショーするのやめろよな。日テレかサンテレビ見てるわ。辛辣も何もその通りですよね。ほんとよくスポンサーついてるなって思う。メインスポンサーどこか教えてくれ。一生規模で不買してやる。坂上を見たいやつってどんなやつ？常に不機嫌そうな顔して、ニュースに限らず常に何か文句とかけなしたりするようなことしか言ってない。見ていて本当に不愉快。常にこいつが映った瞬間チャンネル変える。同意。マジでこれワイドショーは見ない。親にも見るなと言っている。番組は見なけれ休むけど、 CM で出てくるのはうざい。ワイドショーは不安煽りしかしてないからな。自粛で家にいたけどうんざりだわ。あんなの見たら頭おかしくなる。自粛疲れとかテレワーク疲れとかネタがないから、こんな作り話ばっかりしてる脳のないマスゴミに疲れたよ。坂上の業界のルール守ってます。業界人以外には忖度しませんみたいな態度が見てて不愉快。おろせとも思わないけど、映ったらチャンネル変える。在宅勤務で家いるから、テレビにメインマシンつないで YouTube 流してるわ。顔ににじみ出ている負のオーラ、内容以前に見ちゃダメだ。セクキャバ高いの時の坂上がひどかったな。伊達民が女とか言って無理やり自民批判につなげてた。関下とのニュースの時、何の脈絡もなく、これ自民党だったら除籍もしないでしょとか言って無理やり自民批判につなげてた。てかあいつ
まだ議員辞職してないのかな。暇な高齢者とかが見ちゃうからな。バイキングなんて視聴率 0.1% くらいで打ち切りになればいいのにな。出演者が政権批判したら喜ぶバカがいるから視聴率取れちゃうわけだが、どんどんボルテージが上がって安倍を処刑しろ、昭恵もだとか言い出すんじゃないかな。坂上と恵の表情が常にひどい。あれを毎日見てる主婦とか老人って何目的なんだろう。情報は嘘ばかりで逆に害悪だし、恵は必死感伝わってくるな。批判すればするほど視聴率上がると思ってんじゃないかね。思ってるじゃなく上がるからやってるんだろ。商売だからね。ミヤネ屋もちょっと見たけど耐えられなかった。今回の騒動でテレビは不要だってはっきり分かってしまったね。読む読まないで言えば、坂上は信仰が台本から外れると不機嫌になるからな。自分が意図した信仰に反する意見が出ると途端に不機嫌になるよね。坂上はあんなもんだろうけど、東国原がうざいな。坂上のイエスマンじゃないと降ろされるか知らんけど、あんなやつだったか。報道機関のニュースなどの信憑性の高い重要な情報と、何ここ笑うとこ。坂上は反対意見言うやつは首にしてイエスマンばかり揃えてるし、偉そうだしつまらん。ヒロミの坂上忍への忖度がひどいよ。一度テレビから干されてからは業界に全力忖度。一番中身のないこと言ってるのに坂上忍に忖度してるから番組からは干されない。あんな中身のないことをアンガールズや野々村真が言ったらボロクソ言うだろうに。昼帯の八代さんが一番まとも、田崎スシローもまあまあ、他のコメンテーターはいてもいなくても同じようなのが多いが、室井と柔道溝口と金曜のヒゲはクズ。都合のいいコメンテーター集めてそいつら個人の意見をまるで国民のほとんどの声にすり替えようとしてるの典型例だからな。ぶっちゃけ坂上とか普段から見てる層にも人気なさそうだが、なんで使われ続けてんだろ。もう俺はテレビ消すよ。アホらしすぎて誰かが誰かを非難し続けるものを延々見させられるのは正直普通でしかないからな。その非難が正しい意見ならまだいいけど、俺がそう思ったからとか批判の内容自体がずれてんじゃんってすぐ言われるようなガバガバ具合だからな。テレビばかり見てたらバカになりますよ。自分の子供に散々言ってきただろうに。ね、おじいちゃん。だってくだらないんだもん。以上です。本日もご視聴ありがとうございました。ではでは。